いや、そこいないかな。どうせ子供連ればっかよ、こんなとこ。あ、そっか。まあ、いたとしても、コトコみたいな水着じゃんね。ん？何が？コトコなら、いいんじゃない？ちょっと何よ、それ。そんなことないで、コトコは何着てもプリッチーや。何かおかしいかな。色気のない水着。の。 なんやなんや、わしらのことつけてきとったんか。ご苦労さんやの。あんたじゃあるまいし、そんなわけないだろ。やっぱり入江君も里美たちみたいな水着の方がいいのかな。なるほど。プール。お兄ちゃんと一緒ならって。ママが。なんで俺が。ちょっと。お兄ちゃんでしょ。こういうわけか。 補習組のくせにこんなとこ来てていいのかよ。どうせ宿題も終わってないんだろ。言ったでしょ、宿題は残り2日で終わらせるって。夏休みやで、宿題なんてやばなこといいな。楽しまんでどうすんねん。ほら、コトコ行くで。どうや、コトコ見たんだ。 見て、すごい黒ある。今度はクリア。金ちゃん、はずいよ。戦っ、任せろ。子供のボールはわしが取る。うわ、うわ、そうだ、近くに行かなきゃ観察にならないもんな。ねえお兄ちゃん、アイス食べたい。 アイス？じゃあここで待ってな。おバカ、ことこの観察日記、今日はスクール水着編だ。バニラ1個ですね。はい。何かあったの？ 子供が溺れたみたいだぜ。大丈夫なの？お客さん、ゆき、ゆきくん、ゆきくん、ここは。よかった。なんでお前が。ったく、子供に助けてもろといて何言うとんねん。 助け？あ、ダメだよ、ゆうきくん。こんな足のつかないところに来ちゃ。しかしなんや、坊主泳げへんのかいな。うるさい、春のバカ。補習組のくせに。なんやと。ゆうきくん。 子供だと思って。ねえ、ゆうきくん、笑いに来たのかよ。違うわよ。じゃあなんだよ。<笑>あれ乗ろ、あれ。あのウォータースライダー、ここの名物なんだよ。 夏休みなんやで、楽しまなあ損やろ。でね、レッツゴー。バカだから離せよ。ほら、ほら、急いで急いで。バカが受けるだろ。何よ、離せって。バカ。よーし、勝負や。お前になんか負けるもんか。力の差っちゅうもん見せたるわ。 ゆうきくん大丈夫みたい。
しかし金ちゃんとあの子ってお似合いよね。金ちゃんが小学生並みってこと？おーい、男もはよやりーな。なんだよ、ビビってんのか。言ったな。よし、大丈夫か？イリュウ君、イリュウ君。ありがとう。いいよ、ユウキ、助けてくれただろ。イリュウ君、優しい。なんやねん。コトコ。もうお兄ちゃんってなんだかんだ言って。もう一押しね。8月26日、今日はプールに行った。コトコは色気のない水着ではしゃぎ溺れました。だから僕が助けてあげました。